の四万トロッコを思い出しますね。笠地峠越えのところに入ってると思います。上流とかになるのでしょうかね。アーバンネットワークの、ね、鴨駅から一駅行かないまでにこういう風な景色があるとは驚きました。まだ鴨から一駅出てないのにこうですからね。この先も楽しそうな景色が撮れれば随時ご紹介いたします。走らせたらね、結構いい感じになるような気もするんですけどね。ディーゼルカーのエンジンがうなっているのが聞こえると思います。結構な峠道なんですよね。もともとこの線が本線だった、まあ今も本線なんですけど、周辺のその正面の映像というのは車内にも撮影は、ね、やめてくださいというアナウンスもありましたんでね、できるだけそちらを映さないようにしております。携帯の電波が四国ではかなり繋がらないところがあったので、ちょっとボソボソっと言っちゃいましたが、キャンプ場があるんだ。キャンプしたくなりますよね。鴨を出て、今笠地駅に着きました。ここは京都府なんです。